えー、私、作詞家、岡潤は、今日は藤原宏の長崎忍酒についてワンポイント解説をしたいと思います。この作品、歌うのが非常に難しいんですね。なぜなのかこの、長崎。なぜ、長崎なのかそこからまず、この歌を、 読み解く必要があるんですねこの歌はある女性がある男性と婚約をしたにもかかわらず別れてしまってそしてその別れについて深い心の傷を負ってそしていまだそこから立ち直れない。 という、そういう歌と理解していいんですね。こう私が申し上げると、単なる、まあ女性の男性に対する自然の物語というふうに捉えることはできるんですけども、それだけではこの歌、味わい深くないんですね。そこでキーワードになる。 長崎その答えが実は3番にある出島の無敵そこにあるんですねこの男性実はオランダ人だったんですねこれは日本史を読み解くと分かるんですね 長崎には出島という島があっていわゆる鎖国時代に唯一そこにオランダの人たちが住んでたそこに何らかの理由があって日本人のその女性がそこに行ってそして恋をしてそして結婚を約束したけれどもそれが必ず夢であった そういう風うに捉えて物語を作っていく。その力量が問われるんですね。そして、この話、パッと見ればそうなんですけど、実はこれは、ある小説をモチーフにして書かれたと言っても過言ではないんですね。それは何なのか これはオランダの男性を好きになった女性が結婚まで約束をしたけど結局叶わぬ恋に終わってしまったそれを女性の立場から書いてるんですけども逆に同じことがあったんですねそれ何か そう、森外の舞姫そして森外のその人生そのものと照らし合わせるといわゆる全く同じ単にその森外の場合は相手がドイツ人であったしかも女性であった。 わざわざ日本まで追いかけてきたけどもやはり結婚は叶わなかった逆なんですね森用街でいう舞姫の主人公は女性だったけどもそれが日本人そしてその相手の男性が実はオランダ人そういう風に置き換えてみるとこの歌は 長崎でなければならない。そういう風うに結びつくんですね。なので、この歌を味わい深く歌うためには、そのシチュエーション、それが何を意味しているのか、そしてどんな物語をモチーフに書いているのか、それを様々な文学作品、 それを読み込んで、あ、これはおそらくこの物語を題材にとってるんだな、というふうに理解をして歌う。すなわち、単にその歌詞を読み取るだけではなく、そこに隠された作詞家の意図、それを深く読み込んで歌う。 それがこの歌を味わい深く歌うポイントになります。